今日は2022年9月4日です、宇都宮東口に宇都宮テラスという新しい商業施設がオープンしたということで、 LRT の宇都宮駅も少し見えるかと思って来てみました。じゃあ行ってみましょう。こちらです。この道路沿いは壁があって中が見えなかったんですが、壁がなくなりました。線路はこの建物の向こうから来て、ここでカーブしてこちらに入っていく。どうもこの屋根のあるところが、ホームになっているようで、ちょっと先がよくわかる。これあれやね、このコンクリートのところがもう車止めなのかね。ちょっと行ってみましょう。やっぱりこのコンクリートの塊が車止めで、レールの最後ここみたいですね。でここにホームがあって、この先で左の方へカーブして東の方に進んでいくと。おエスカレーターが、こっち側はゴムが敷いてあってパッと見えないけど、黄色の展示ブロックがずらーっと並んでるんで、こちらもホームなんでしょう。この先でカーブしてこっちに行くっていうのはまあ同じやね。ちょいとアングルを変えてみて、こう左にカーブしていく。もうこの辺りは立派な架線柱とこう架線を引っ張る金具っていうんですかね、外資とかそういうのもできてますね。どっかあの辺のレールで両渡りみたいなとこがあるんでしょうね。ちょっとそこまでは見えません。この先のところ、階段のところが駅プラットフォームで、こっちに来て左にカーブしながら、でこの辺はどうも両渡りのポイントになっているようです。でこっちに東の方へ向かって進んでいくと。で今この右側は病院、これはもう今営業してます。ここは前も撮りましたけど、東向きにレールが向いている部分で、ちょっと忘れてましたけど、あそこに渡り線、上り下りがクロスできる両渡りのポイントがありますね。この先を右に曲がってプラットフォームに行くと。でこちらに、これが東向きで、高根沢の方に行くということで、今日は以上で終わりです。